メだ、どう考えてもマルブークを有効利用できる気がしない。難産でしたね。彼のことはこれからも忘れずに強く生きていきましょう。力が欲しいか。いえ、結構です。いや、そこは欲しいって言えよ。話が進まないじゃん。力が欲しい。そんな君たちのために。バカ力三重士を連れてきたよ。丁重にお帰り願いましょう。そうしましょう。話ぐらい聞いてくれてもええんじゃが。あのね、君たちはね、カードテキストに惑わされすぎなんですよね。はぁ、私は原点に立ち返り、様々な角度からマルブークを検証した結果、マルブークにしかない、とてつもない事実にたどり着きました。はぁ、それはパワー、圧倒的なパワー、比喩することなき7コスト7、7のマナレシオ1を達成するパワー、怪獣はでかいだけで強い、つまりスタッツがでかいカードは強い。はぁ、よって、この超マルブーク理論に基づき、コスト7、8の超強力スタッツを備えたフォロワーを大量採用した、無謀な疾走ドラゴンデッキを完成させるに至った。マナカーブ、すごいっすね。超マルブーク理論に基づく美しいカーブだな。全国38人のマルブークファンの皆さんお待たせしました。38再生のために動画を作らされた霊夢ちゃんです。限界集落もびっくりのファン層だなと、キメイマルです。超マルブーク理論の提唱者にして、ゆっくり実況界ナンバーワンの頭脳パワーマリサだぜ。アミュレットマルエルフとか頑張って調整してたんですけどね。甘い、甘すぎるわ。貴様らファッションインテリ勢は所詮効果テキストしか読めぬ軟弱者よ。でもマリサさん効果テキスト読めてないじゃないですか。なんも書かれていなかったんだよ。そう、マルブークの効果テキストなんて存在しなかった。どういうことだってばよ。皆さん、マナレシオという考え方はご存知でしょうか。確か、攻撃力と体力の平均値を PP で割った数値ですよね。そうだ、例えばフィルレインは攻撃力1、体力3で平均値は2、2PP なのでマナレシオ1だ。残留剣シロイは 0.7 程度ですね。当然ながらこの数字が大きいほど強いカードとされ、ファイターの 2PP、2であるマナレシオ1を基準にカードは調整されていると言われている。本当にござるか。するべきだとされている、でだ。ご存知の通りファイターには特殊な効果が存在しないバニラフォロワーだ。ロイのように、チョイスなんかの効果の強さに合わせて、スタッツが削られ、徐々にマナレシオが低くなる代わりに、優秀な特殊効果を持ったフォロワーになっていくということだな。まあ、シャドバスの場合マナレシオオッペケペイなんて、刃ネズミさんや、フィルレインさんが代表的ですよね。もうあいつら正しく調整するなら、1、1にすべきですよね。譲歩しても1、2ですわ。今言いたいのは強カードのスタッツ問題の話ではない。マルブークが、このマナレシオ1、1を達成しているという点についてだ。クソデカファッティスタッツフォロワーですね。諸君、思い出してほしい。ユーティー&ビーストという、クソデカファッティフォロワーを、手札の枚数にも左右されますが、進化で9、10になるやべえやつ。そうだ、あいつ処理しにくいよな。破壊耐性とダメージ耐性持ってますからね。いや違うな。でかいから処理しにくいんだ。つまり、でかいことは強い。これが超マルブーク理論。丁寧に説明すると見せかけて全部ぶん投げるパワープレイやめろや。まあ実際確定除去カード積んでないデッキには、ランプで PP を加速させたドラゴンのクソデカフォロワーの処理に自利品になるデッキは多いですよね。FF14 で遊んでる最中にふと降ってきたんだよな。この二つ似てるなーって。いや確かにどことなく雰囲気は似てますね。万神タイタンとマルブーク。タイタンのテーマ曲名は過重圧殺。つまり、私の超マルブーク理論と同じなわけだ。すごい、何を言っているのかさっぱりわかりません。要は、でかいフォロワーで、相手の顔を思いっきりぶん殴れば強いってことだ。パワーイズパワー。オーケー。クソバカ野郎にバカにされると無性に腹が立ちますね。奇遇ですね。同じこと考えてました。まったく、論より証拠、正義より力だな。何悪の手先みたいなこと言ってんだこいつ。力こそが正義なのだ。パワーイズジャスティス。PP は整った。ここから超マルブーク理論により選抜された。過重圧殺四天王、マルブーク、ギガース、ランペマンモス、プロバハが相手に襲いかかるぞ。とにかく打点が高い、ニュートラルであるというだけの理由で採用された奴ら。ふん。どうやら相手も超マルブーク理論の一端に聞こえ、バカやめろ。7PP のアミュレットも使えないこんな世の中じゃ。おいすーん。まあ見てろって明治ブラジル代表。もうワールドカップ終わったよ。マジ？マジです。しかも優勝したのフランスです。わかる。そうだと思ってた。フランスってなんかオシャレだよな。すげえや、一体何がわかってるのか全然伝わってこねえよ。さーて、お相手は次のターンたった 7PP で、この超マルブーク理論に基づいた過重圧殺盤面を乗り切ることができるかな。普通にこの進化とプロバハもったいない気がするんですが。確かに、マルブークと歌い手とかの方が丸いじゃん。は、こっちの方が強いじゃん。どういうことなの？マルブークは、7、7ですよね。プロとバハムートは8、8です。こっちが強い完全論破。すげえや、もう効果テキスト絶対読まないマンだ。効果テキストなんか読んでたらマルブーク採用できませんからね。しのいだか、いや見事なり、だが貴様の盤面には何も残らない。貴様はただ、1ターンを無意に過ごしたのだ。それも、進化権を1消費してな。こっちもなんか無意に進化権消費してた気がしましたが、過去は振り返らない？そう誓った。さあ、
次の試練だ。7コス7、7はチートバカし重いぞ。マルブークの登場セリフ初めて聞いたけど、声優だけはアドですね。イラスト、テキストで全くアド取れてないのが残念ですね。超マルブーク理論について来られるかな。もうこれぞおいちゃんアホの子にしか見えないじゃん。実際どっちかというとアホの子よりですし。アホさもまた可愛さの一つってレベルならいいんですけど、もう手がつけられないレベルのアホだと思われたらどうしよう。実際黄色い人、手がつけられないレベルまで来てると思うんですよね。ふむ、苦し紛れとはいえ相手もよくやっているな。マルブークというナメプがフォルテママを怒らせた。しかしこれ、相手は本当に超マルブーク理論に近づいているかもしれんな。スカーサハ、やつもマナレシオ1のスタッツ重視型フォロワーだ。そうでなければマルブークを除去できなかったであろう。あと1年、いやあと2年あればこの相手も超マルブーク理論にたどり着けるやもしれん。余裕でマルブークローテ落ちしてるし、下手したらリメイクカード出てるんですがそれは。さて、先ほど破壊された無謀なる戦。これで勝負を決めよう。プロトバハムートですか。これ面倒ですね。いや相手とは本当にいい酒が飲めそうだ。ウプ主を酒飲めないんだけど。手札が2ピックみたいになってるんですが、もうあとは新年と新年のど付き合いだな。相手のプロバハにはこちらもプロバハで返さねばなるまい。そして私は私の新年を貫き通す。過重圧殺。これがパワーだ。そしてパワーが正義だ。力による力のための正義の力。これこそドラゴンの本来あるべき姿。ついにドラゴン原理主義者になり始めましたよ。完全に危ない人ですね。さあこの私を倒せるか。ふん、賞賛と共に死を選ぶもまたよし。あ、まあほら、こいつも 10PP で 10ってことはさ、マナレシオ1で大体マルブークってことでオッケー。オッケーなわけないだろ。リントブルムちゃんは強いな。先ほどの対戦相手の方にはぜひこの動画を視聴していただいて、超マルブーク理論に早くたどり着いてほしいですね。この動画のために、マルブーク2枚生成したんだけど、本当にこれほど公開する生成もなかなかなかったよね。むしろ弊社としてはなぜプレミアム化されていないのか甚だ遺憾でございます。もう少し遊べるおもちゃだったら。ねえ、まだゴールドカードだけどカリオストロに使った方がマシだわ。まあまあ、そう言わずに、一度使えばやめられなくなりますよ。マルブークは危険ドラッグだった。しかしまあ、超マルブーク理論に至るまでの奇跡を皆様にお伝えせねば、皆様にマルブークの魅力は伝えられない。魅力なんてなかった。いいね、まずはこちら、皆さんがマルブークを使おうとした時に、真っ先に思い浮かぶであろう、魔女ブーク。一番ポピュラーなマルブークですよね。まずマルブークがポピュラーじゃない件について。この魔女ブークは、無謀の魔女の効果で星見の望遠鏡を増やし、10ターン目にマルブークから、星見連打のバーンで勝つデッキ。このデッキの難点は、ルーニーの予言で勝てることや、圧倒的にフレームデストロイヤーを増やした方が強かったり、なんならカリオストロのアルスマグナ増やした方が幸せになれたりする。あとなんだかんだ手札が狭くなりがちで、魔女出しても星見が大して増えないという悲しい事件が多すぎた。想定の範囲内、無謀の魔女でキマイラ増やすの楽しかったですね。続いて着手したのがアミュレットマルエルフ。 1PP のアミュレットやスペルが多く、また伝説の幕開けとも相性のいいエルフなら、進化圏を残しつつ戦い、マルブークに進化圏を割いてアミュレットバーンとマルブークで殴り勝てるのではないか、そう思っていた時期が私にもありました。作ってみた感想は、いろんなエルフのアミュレット触れて勉強になるだろう。マルブークに言及されないところがお察しですね。これらの奇跡を経てたどり着いたのが超マルブーク理論。もう効果無視して殴った方が強いということだ。マルブークから逃げるなコメントを動画にしてたやつ、検索して全員リストアップしたから、住所までもう特定済みなので、全員絶対このデッキ使って10勝ノルマだぞ。無謀なる戦やマルブークお二人に相手から絵も飛んでくる楽しいデッキ使わないわけないよな。なお天候のせいで無謀なる戦が全く通らない模様。己天候、いやしかしマルブークは天候と同等だった。楽しみだ。一周回ってゾイちゃんがけなげで泣ける。お相手のネメシスさんも楽しそうで何よりですね。次プロバハ投げると考えたらブレブレうつか迷いどころなんだが、相手がファッテを置いた時にギガース銀狼の選択肢も取れるのでブレブレうっとけ理論。そして謝るなら人のキーカード2回も壊してんじゃねえぞ。あ、ゾイちゃん怒てる、ゾイちゃん怒てる。お前が復讐したいの天候だろ。人違いだ、さっさとビショップのとこ行け。うん、この顔面のど付き合い。いや、基本的にマルブーククラスの2パンチで14点しか出ないので、なんとか他の場所で6点削るのがこのデッキの重要なポイントなんだ。必然的に、こちらは顔面を削らざる得ない。ランページマンモスってこういう効果だったんだなーってしみじみ。ギガースの効果読まず逃げるやつ5人中1人説。効果なんでしたっけ？攻撃力強いぞ。パワーだぞ。効果読まずに入れたからもう忘れたぞ。光線時、相手のターン終了時までこのフォロワーへの4以上のダメージは3になる。
です。ああ、進化して低攻撃力フォロワー殴るとなんか盤面に残りやすそうですね。どうせ無謀なる戦で突撃するので残りません。悲しいな。まあ結局ランページマンもスネメシス側は取れなかったようで、このように PP 加速してでかいフォロワーをボンを期すれば最強。パワーイズパワー、パワーイズジャスティス、パワードバイパワー、これこそ超マルブーク理論の真髄にして真髄なのである。つまりバカですね。まあそういうことになるな。戦を二度も壊された恨みをここぞとばかりに勝利宣言で返していく。人形ネメシスならまだしも、アーティファクトネメシスだと 9PP で12点削るの無理ですね。マキナと加速装置込みでレディアント連打ならワンチャンですが、相手が仮に全処理してきても、プロバハポン置きで1点ぴったり去る。ただ相手、作ったアーティファクトがレディアントとプライムだけなんですよね。なんで、2PP でフィルレインを倒す方法がない気がする。プライム突進、進化まで使ってようやくランページマンモスを除去。この重々しい攻撃音、聞けるのはファッティモンスターだけ。あ、これ対戦相手視聴者だ。このポーカーアピールは視聴者ですね。最近ツイッターのリプランがポーカー報告で埋まって、なんか迷惑メールで普通のメール読めない状態になってるんですが。ポーカー報告送ってくるなって言ってるじゃん。このオシャリーサルはポーカーへの恨み。ということで、超マルブーク理論のこのデッキ、皆さん、もちろん作りますよね。とりあえずこちらのリストにある1076名のマルブーク信者の皆様は、こちらのデッキで10勝以上してから他のデッキで遊んでいただきますよう。何卒よろしくお願いいたします。ご視聴、ありがとうございました。